はい、おはようございまますす7月15日6時33分の相場解説になります、えー、ここ何日かはですね、下にどん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 行くのかなと思って、こういうふうに見ていたわけなんですよね。こういって横ばいがあって、ずっと下に行くと。で、N を書いて、もっと下に行くのかなと思ったら、まあ、ダブルボトムみたいな形を応用して、えーまあ、W は右辺が強いを形成しました。その後ですね、ざっくり見て、これ横ばいに入りましたね。 でででここすするわけですよいつもそうなんですけどもこうなってるんですよね、不思議ですよね、あとはどうなるかというと、このおね、えー、なんと言いますかね、0時ポとでも言うのか、ここを振り切って上昇に向かうのか、下落に向かうのか、まあ、これ、上昇に向かうと思いますけども、まあ、ここに来たわけですよね、うん、楽しみ、楽しみということで、今日は1時間だけを見てのね相場解説になりましたけども、私はね、これ、あの、 ちょっとしを見ると、えー、っと、これですかね、こういうふうにね、下の方に進んでいるなっていう気はしていたんですよ。で、4時間を見ていくと、えー、あ4時間ですね、4時間、4時間、えー、どれだ、はい、これが4時間のリアルタイムチャートですけども、下の方に向かいつつ、もう一回戻ってきちゃったんですが、やっぱりね、あの全体的にはこれ。 売りの方に向かっていると私は判断するんですよね。横ばいには入りますけども、売りに入ると思いますよ。で、1時間見てみますけども、こういう風な形になった時に、うに、W でね、1回そこを作ったんですけども、こっち戻りましょうか。やっぱり下の方に行くんだろうなと思いますね。ちょっとね、根拠をね、何点か上げるってことができないんで、間隔値なんですけども、間隔値でエントリーするのは危険なんで、エントリーはしないですけどね。 そうなるんではないかなというふうにぼんやり見ているところがあ今私の状況でございます。皆さんどういうふうに予測立てているでしょうか。えっと今日はねそういうことなんで本当にそうなるのかなっていうことを見ながら伸びた方にくっついていこうかと思います。はい、本日は以上です。